こんにちは、渡辺です。今日はですね、大人女性に見ていただきたい内容になっております。大人女性が絶対にやってはいけない髪型です。髪型によっては印象が変わるっていうのをね、結構皆さんよくご存知だと思うんですけど、特に大人女性が注意しないといけないポイントがいくつかあります。流行りの髪型にしたらいいっていうわけではないですね。年齢とともに髪型もね、変化していく必要があるんです。どういうことかというと、見方を間違えてしまうと清潔感がなくなって見えたりとか、貧相に見えたりとか、若作りしてるっていう風に思われたりしてしまうんですよね。周りに思い当たる方っていませんか？なんか頑張ってる感じに見える方っていませんか？服装ももちろん大事ですが、見た目の印象は髪型が大きいんです。人の印象は髪型で8割決まるって言われてるんです。どうせなら周りの方から素敵って思われたくないですか？あの人素敵だなって思われるような髪型になりたくないですか？安心してください。今日の動画を最後まで見ていただければ、大人女性がやってはいけない髪型がわかりますので、必然的にどんな髪型にしたらいいかとか、どんなことに注意したらいいかってことがわかります。今後髪型に迷った時に参考になると思いますので、動画を最後までご覧ください。早速やっていく前に、このチャンネルを軽くご説明させてください。このチャンネルでは、美容に関する知識やお悩み、綺麗になれる、可愛くなれるような情報や商品をご紹介しております。皆さんの髪の悩みが改善できるような動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、大人女性がやってはいけない髪型をやっていきましょう。まずですね、今回お伝えする大人女性の大人の定義を決めましょう。今回の大人女性の定義は、40歳以上の女性にしましょう。40歳以上の女性の方にお伝えしていければと思います。まず、やってはいけない髪型はないですと言ってしまうと、今回の動画のね、タイトルと少し変わってきてしまうんですけど、やってはいけない髪型はないんですけど、やると老けてしまったりとか、貧相に見えてしまったりとか、あと清潔感がなくなったりしてしまう髪型は存在します。やりたい髪型があるなら、僕はやるべきだと思いますし、それは個人の自由ですし、やってはいけないわけではないんですけど、周りの方から素敵だなって思われるようにこの動画を作りました。なので、ぜひこの動画を参考にしていただければなと思います。今回、やってはいけない髪型を3つ紹介します。やってはいけない髪型、1つ目はツヤのない髪型です。皆さん、ツヤがどれだけ大切かって知ってますか？ある調査では、全く同じ人で同じ髪型でツヤがあるのとないので、見た目年齢が実際違ったんです。その年齢差がなんと8歳です。ツヤがあるのとないので、8歳ってすごくないですか？ツヤがどれだけその方の印象を変えるかっていうことなんです。皆さんもなんとなく分かりますよね。ツヤがあるのかないのかで清潔感って変わりますし、ツヤがあるだけで素敵って見えませんか？それは分かっている。でも、どうやってツヤを出すか分からない方って多くないですか？出したくても出せないっていう方も多くないですか？実はツヤって簡単に出せちゃうんです。ツヤって髪の毛のダメージとはあまり関係ないんです。もちろんダメージがないことに越したことはないですが、ダメージがあってもツヤは出せます。実はツヤの正体は光の反射なんです。ただそれだけなんです。光が髪に反射して輝くんです。当然ですよね。明かりがなければツヤは出ないです。極端に言うとそれだけなんです。髪の毛に癖があると、健康な髪の毛でもダメージがない髪の毛でも、髪がねじれてたりとか縮れていたりとかして、ダメージがない髪の毛でも光って反射しないんです。なので、癖がある方はツヤがない方がほとんどかと思います。なので、光を反射するために髪の毛を整える必要があります。それは縮毛矯正をかけることです。ただ、ここで大事なポイントがあります。縮毛矯正は髪にとってとっても負担になる施術なんです。パーマスタイルでも根元に縮毛矯正をかけて、
毛先にパーマをかける、するとツヤのある素敵なパーマスタイルになれます。ただ注意してほしいポイントがあって、宿毛矯正なら何でもいいっていうわけではないんです。ここで宿毛矯正をね、説明するとすっごい長い動画になってしまうので、今回は割愛させていただきます。どこで宿毛矯正をかけるかっていうのもとっても大事です。お店によっては薬や考え方が違うので注意も必要です。続いてやってはいけない髪型、二つ目はボリュームがない髪型です。ツヤと同様で髪の毛にボリュームがあるかないかでは全然印象が違います。ボリュームの出し方で一番大事なポイントは分け目を作るか作らないかです。特におすすめしないのが分け目があって前髪がないセンターパートです。分け目の部分はどうしてもボリュームがなくなってしまうので、分け目がない方がいいですね。どうしても分け目ができてしまう場合は、分け目をギザギザにするか前髪を作ってボリュームを出しましょう。前から見た印象ってとても大事なんですけど、結構見落としがちなのが横から見たシルエットです。意外と皆さん横から見られたりとか後ろから見られたりとほとんどないですよね。横から見たシルエットだったりとか後ろから見たシルエットだったりとかっていうのはすごく大事になってきます。360度どこから見ても素敵なスタイルって理想的ですよね。スタイリングするときは後ろから見たシルエット、横から見たシルエットも意識するようにしてください。これはロングやショートやボブどれでも同じです。担当の美容さんがいる方はおそらくバランスは良いはずです。担当の方がいつもバラバラな方はバランスが崩れやすいので注意しましょう。一つ目のツヤを出すためにね、宿毛矯正をかけるとボリュームがなくなってしまうんじゃないのって思ってませんか？その通りです。宿毛をかけてしまうとボリュームがなくなってしまいます。なのでちょっと工夫が必要です。表面だけ宿毛矯正をかけたり、アイロンの強さでコントロール必要があります。髪の毛の量が少ない方はペタンコになりやすいので注意しましょう。続いてやってはいけない髪型3つ目は裾が重たいボブです。これは2つ目のボリュームと少し被ってしまうんですけれども、ボブの場合特に注意が必要です。裾が重たいボブって簡単に言ってしまうとおかっぱスタイルです。ワンレングスもそうですね。年齢とともにつむじの周りのボリュームがなくなってきてしまうので、裾の方に重たさを持ってきてしまうとどうしてもトップのボリュームのなさが強調されてしまうんです。ただこれは別にやってはいけないわけではないんです。個性的なヘアスタイルを求めている方は OK です。ただ裾が重たいボブよりも丸みがあるボブの方がボリュームが出しやすいので、バランスが取りやすく素敵に見られやすいです。ボブの場合は全体のシルエットがすごく大事になってきますので、ぜひ美容師さんにしっかりと相談して決めてください。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。やってはいけない髪型分かりましたか。まず一つ目はツヤのない髪型です。二つ目はボリュームのない髪型です。三つ目は裾の重たいボブです。この三つをぜひ覚えてください。髪型って少し変えるだけでその人の印象をすごい変えてしまいますし、素敵な髪型に出会った時ってすごいいい気分になりますよね。少しでも皆さんの髪の毛の悩みが減ることを願ってます。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。